財政規律をめぐる攻防でデマが横行。 経済同友会は政府が新しくまとめる財政健全化計画に関する提言、これを発表して、プライマリーバランス、基礎的財政収支は、段階の世代が、えー、すべて75歳以上の後期高齢者になる、2025年度より前に、黒字化すべきだとしました。政府は黒字化の目標時期をですね、25年度とする検討に入っていまして、時期の前倒しを求めたものです。経済同友会 社会保障費の伸び、これを抑える歳出の削減、これが必要だと主張しています。うん、まあ、プライマリーバランスの黒字化目標の時期の前倒し、これについてなんですけれども、実際さん、いかがでしょうか。うん、言語道断ですね。経済同友会がどの程度の経済的な情報を持って、はい、どの程度の見識があって、これを主張しているのか知らないですけど、はい、これはもう経済財政諮問会議、政府の中でも何度も議論されていますが、はい プライマリーバランスの黒字化を急げば急ぐほど、経済は低迷していくことになるんです。はい、これはもう、要するに彼らが、 経済同友会が言ってるように、歳出削減をやって、彼らは歳出削減で PB、黒字化、早くしろとこう言ってるわけですから、歳出削減をするということは、これは国民にキャッシュが入ってこなくなるということですから、それこそ今日ニュースで、あの福井の人たちが大雪があったから、給料が10%、9ヶ月も削られると。予算以上になっちゃったんでね。 そんなことをやったら、福井市民なわけですから、彼ら、福井県民とかなわけですから、はいええ、福井経済がその分だけ停滞するわけですよ、はい、停滞したらどうなるかっていうと、経済同友会が、はい、あに属しているさまざまな企業の人たちの儲けも減るってことなんです、はいええ、所得が減ったら、誰が買うねっていうことですから、はい、だからもう、プライマリーバランスを早くしろ、早くしろっていうと、はい、みんな貧乏になるぞってことなんです、だからこれは自殺行為そのものなんですよね、はいええとんでもない話です。 GDP も、あの、個人消費がおよそ6割ですからね。うん、GDP の内訳としてもですね。すすすさて一方、自民党の若手国会議員で作る日本の未来を考える勉強会、うん、デフレからの完全脱却に向けて、消費税の増税、凍結、減税、うんえー、あと、基礎的財政収支のですね、プライマリーバランスの黒字化目標の撤廃、これを主張する提言について、うん、党内の国会議員34人が賛同していることを 明らかにしました、うん、また今月中旬には安倍総理と二階幹事長にこれを提出する予定ということなんですが、うんうん、この動きはいい動きなんです、ね、いや、これも素晴らしい動きだと思います、えー、本当、これは画期的な動きとも言えると思うんですけれども、要はですね、あのしかも彼らの主張をよく見るとね、こうなんですよ。えーはい、財政再建のために、うん プライマリーバランス目標を撤廃し、<ー>増税を凍結しようと言ってるんですよ。はい、これ経済同友会出言ってることが正反対なんです、ねはい、経済同友会は財政再建のためにプライマリーバランス黒字化目標を立ててそれを早く実現しようと言ってるんですけど、これは要するに どっちかが正しくて、どっちかが間違えてるってことですよね。はい、だからどっちも仮に財政再建を、まあ、いわばどっちも財政再建やれって言ってるわけですけど、はい、一方は支出を削れと。はい、一方は支出を拡大しろって、はい、普通は財政再建をやるためには支出を削ったらいいと思うんですけれども、はい、これは完全に逆です。はい、デフレの時代は、デフレの時代は、歳出をカットすることでデフレが悪化するんです。はい、デフレの時代は、歳出を 増やし、はい、財政赤字を拡大することで、はいはい その少し後の財政が健全がするんです。はい、だから、デフレの時代は財政再建をするためには赤字を拡大しなあかもわけないですよ。はいえー、だから、赤字拡大こそが財政再建のために必要だと。これだから家計と違って長い目で見なきゃいけないな、ね。そうです、そうです、そうです。えー、で、そもそも日本がね、デフレ98になってるわけですけど、あの時なんでデフレになったかって言ったら、プライマリーバランスみたいなしょうもないものを気にして増税したから、それ以降20年間成長できなくなってるわけで、あの時増税しなかった、はい だとしたらですよ。えー、で歳出カットもしなかったとしたら、ちゃんと成長してて今頃日本の GDP は1000兆円になってるわけですよ。<ー>ってことはもう税収も2倍になってるわけですよ。はい、で税収2倍ってことは今頃もう120兆ぐらいの税収があったはずで、ですから60兆円損してるわけですよ。緊縮、えー、財政をやったせいで。えー、そういうふうに考えると、あの時に赤字を削ろうと。 下からこうなってるわけで、あの時に赤字をさらに拡大しようとしていれば、経済はものすごく発展して。五十兆、六十兆規模で収入が増えて、財政なんてものすごい健全化してたはずなんだと。えー、この認識に基づいて、はい、日本の未来を考える勉強会は、増税凍結とプライマリーバランス。 撤廃を提言してるわけですよね。はいえー、誠にもって適正な、適正、はい、適正な、ああ、提言だと僕は思います、えー。まあ一方ででも政府が6月頃にまとめる、この経済財政運営の基本方針、うん、よくふと、あの、骨太の方針と、うん、言いますけども、うん、これをめぐって攻防が繰り広げられていると。うん、で、藤井さんこれ、デマが起こしていると。うん、いや、全くその通りです。えー、だからどういうデマかっていうと、はい、まずですね、あのー、 財政再建のためにプライマリーバランス黒字化しろ。はい。って言ってたのはこれデマですよね。はい。今言ったようにプライマリーバランスの黒字化を急げば、財政が悪化するんです。はい、まずこれが勘違い。はい、で、これが一つ目。で、もう一つ。まあ、言ってみればね、財政再建せなあかんと思ってること自体もちょっとおかしいんですよ。はい。で、財政再建なんていうのは、これ結果であって、はい、景気が良くなれば、財政は健全化。 するんです。はい、で、そもそもね、あの、プライマリーバランスという、その、緊縮派の人が言われるものが黒字だった時代というのがあるんです。はい、これ、いつかっていうと、<っ>90年前後。<ー>要するに、バブルが、もう、非常に、え,ー、えっと、花盛りだったと。えー、もうこれはもう、収入が入って入って、しょうがないから、プライマリーバランスが黒字になったわけで。はい、要するにね、プライマリーバランス、基礎的財政収支黒字化というのは、目指すもんじゃなくて、はい、勝手に得られるもんなんですよ。結果だ。 で、これはね、例えばね、なんかもうしょうもない男がね、俺モテたいねんって言って、モテたいモテたい言って、なんかね、しょうもない雑誌読んで、しょうもない格好してね、え、なんかどっかのなんかバー行って、なんか飲めも千三0酒とか飲んでね、え、レスに家、キミクリ飲むかいとか言ってるやつ嫌われるじゃないですか。モテたいやつは、モテるためにはモテたいと思ったらダメなんですよ。あ、そうか。真面目に普通に男として生きてたら、モテるかもしれない これと一緒でね。ええええ、プライマリーバランスの注文はね、<え>目指しちゃダメなんですよ。<ー>経済成長を目指したんですだからモテたかったら、ええー、男になるお前この野郎。そうか、ええー、男にえ男だからもう、財政債権したかったら、経済を成長させろこの野郎ですよ。えー、バカじゃないか。だからこう、モテない男のどもが、こんなプライマリーバランス黒字化とか言っとるんやらなんと思って、バカバカしいと思いますね。ええー。またあの、財政問題に関する新聞記事に対しても、ね、えー、よろしくないと。いやもう、えー、本当にね、これ例えば、 朝日新聞でね、これ何だったかなこれ、うん、あのー、財政問題に詳しい指揮者10人に聞きました。うんはい、で、10人ともがみんな、あの、財政政策をやってから財政があ悪化したから財政政策やめろとか、うん、あー消費税は全くなしだとかね、うん、で、社会保障の負担率を上げろとか、うんうんうん 言ってるわけですよ。はい。とかね。<laughs> えー、これ、言ってる全部正反対でね。<ー>で何が出番かっていうと、えー、この人たち。 財政問題に詳しい人たちじゃないんです。はあ、財政問題に無知な人10人かき集めてデマを流せるわけですよ。えー、で、これ集めた人はこれ原誠っていう人が集めたんですけどね、<あ>この10人。えー、だこの、この人昔からこう、禁縮財政従っててね、えー、もう政府の政策とか全部カットしたいとかばっかり言ってる人なんですけれども、はいえー、もう、<laughs> この人が要するにデマ言ってるやつを10人集めてデマ言わせるようなものであって、はあはあ、で、この、だから集められた10人はどっち かっていうとだから本当にそう信じてるかもしれないので、彼らは悪くなくて、集めて喋らさせてる朝日新聞が間違えてるわけですよ、これも完全なプロパガンダで、世論誘導をやろうとしてる悪質な情報提供だと思いますね、これは。プロパガンダですとなれば、今、ラジオ機きの方の中でね、新聞記事、新聞だから間違いないだろうと思ってたら、これまた違うと、間違いだらけです、こんなものは。ととなるでも私たちは何を 信じなきゃ、まあ、勉強しなきゃいけないわけですよね、うん、まず何が大切で、どう経済が動いているのかっていうのを考えなければいけないということを、うん、ちゃんと事実を知るべきなんですよ、えー、そんなものはですね、えー、だからね、えー、もう本当、事実なんて別にインターネットでもちょっと調べればいくらでも出てくるし。えー でも本でもね、まあ僕の本じゃなくてもいいですけれども、しっかりとそんなもんね、自分で調べれば真実なんて転がってるのに、もうなんかわけのわからん新聞適当に読んでね、それで、もうなんか尻も千句せん新聞で読んだこと垂れ流して、いや、やっぱりね、財政政権待ってなしなんだよって、それをね、なんかどっかのね、なんかこう、まあいわゆる床屋話、床屋の方別に全員悪いわけじゃないですけど、いわゆる寛容区で床屋話で喋るんだったらいいんですけど、それが、 経済どういう会が。財界のど真ん中の人、これ関係連も。うん、あ、もう、そんなこと、全部てるわけですも。ちょっとい意外に、デマに、デマだわさるの、やめてもらいたいですね。はい。今朝のコメンテーターは、藤井聡さんでした。